そっちじゃないよ、こっちだよ。朝ごはんを求めてどっかに。なんかね、カフェとかがあったはずよ。あ、なんかいい感じやね。おったき。カフェとかが。あるんですけど。あるんですけど。ちょっと待って。メルシーカフェ。どうやって行くんこれ。ここに行きたい。歩いてや。歩いて。そうなの。メルシーカフェ。ちゃんと調べとったらよかった。なんかカフェ行くかなと思って。カフェだけ何個か調べとった。板橋だよ。東京では行ったこと、あ、こっち渡るかな。東京では行ったことないけど、渡ってこっち。すごい都会やで。めちゃ都会。そんなことない？なんかすごい入り組んでるところにあるかも。こう行ってこうみたいな。ここやったらいける。ホットドッグとか。ちょっとこれ。まあ何にしよう。ホットドッグとか。辛いで、辛いやつで、チリチリみたいな。你好，你好，啊，也没事，啊，the hot dog， 啊 ，this one， 这个一份，还有辣味的这个一份，好，还有饮料，饮料。あれパパどれやったっけ？どうする？なんか冷たいやつ。This。じゃあと、はいよ。这个是冰的哦。冰的で。何にしよう。あ、これにしよう。这个。这个。すごい。真っ白なお店に。おいしそう。これが抹茶。おいしい。あ、なんか台湾ティーのなんか感じのコーヒーや。めっちゃ濃いな。え、おいしいこれ。え、どちらの？こっちが辛い方。え、これ美味しい。キーカ。読まれへん。何やろ。これ一番いいやつ。読まれへん。めっちゃ美味しい。正解や、正解。美味しい。Thank you.
this way. Don't know what you do. 私たちだけこんな長袖、バイク乗ってる人も半袖やし、暑い。こんなに名前、なんかのキャラクターでも、マーベリック、マーベルって書いてる。何やったっけ、見たことあるで。広前じゃないやろ、なんて読むっけ。フォーデン、フォー、青森の、ちょっと漢字苦手やから読まない。お、高級食パン店がある、先本やって。どっから見よう。すごい、食パン、ほんまに食パン、今ブームなんや。食パンが、日本の食パンが、台湾ですごい流行ってるって。ほら、食パン屋さん。なんかここだけ雰囲気が違う。え、雰囲気が違うね。あんまや。うわ、なんかすごいよ。ラーメン。山ガシラ。火。山東か。山菓子だけで最高。なんかすごい噴水もある。すごい、ラーメンもあるし、韓国料理もあるし。え、ここに来て石焼きピピンバはいらない。お前的だからやね。なんでほら、石鍋パン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 、チャイナーもあるし、あ、サッカーやからかな、ワールドカップ。明日やったっけ、明後日やったっけ、カタール。これは誰だ、メッシーかな。え、なんかイタリアンをモチーフにしてんのかな、こりゃ。ゴンドラ。あ、すごいすごい。すごい、お寿司回ってます。お寿司回ってるよ。めっちゃ回って、お茶も回ってる。わ、綺麗、フルーツジュース屋さん。ラムネがあってる。え、なんかあれみたい。昔の感じの。なんていうの。あるやん、こういうの。なんか採掘場みたいな。なんていう、こういうのって。わあ、すごい、なんか。昔っぽいなんか駄菓子屋さんとか、駄菓子屋さんや、駄菓子屋さん、多分ベスパーウェイジーパー。すごいしか言わない、駄菓子屋さん。え、なんか可愛いね、昔っぽくって可愛い。食堂、日本だね。で、椅子。米粉的な、あ、ベトナム料理。なんかレトロな街のやつみたい。うわ、見て、フィルムのやつや。さすがに手が重いんだね。重かな。わー、わーわーわー、パンだった。ドリンクメニュー言いますね、うん、アメリカのコーヒーね、うん、コーヒーレモネード、うん、カフェラテ、うん、キャラメルガテ、うん、これはホットチョコレートで、オーツのラテ、うん、
ミルクティーベリーブルッシュインフィンション、あ、これ売り切れやってこれはちょっとなんかティー、ダージリンかな、でミルク、スパークリングウォーター、ブラックティー、まず最初にどっちかを選ぶんですね、これとこれ、こっちね。でその次にとね、ジャムか3個のジャムか、3個のジャムとミルクのやつか、北海道のね、それか3個のジャムとフランスのバターだこれ、バターでか、北海道のバターだけかフランスのバターだけかっていうのを選びます。이게제가네파고네요파고나요하요자가산산종果酱吗？对啊，这边下面帮我选三种。네草莓，草莓，还有레몬，레몬。这个没有呢。没有。对，那这个牛奶炼乳。嗯，好。还有，그래？黑芝麻珍珠吗？嗯，好。嗯。哎呦，拉的？啊，要冰的还是热的？爸爸，暑いのか冷たいのどっちがいい？冰的，冰的。还有红茶，红茶拿铁要冰的还是热的呢？冰的，冰的。パスタで、これはフランスのバター。エシレ？違う。わかんない、フランスのバターもしくは北海道のバターって書いてある。エシレじゃん。これはイチゴで、これはなんだろうね、これごま、これよくわかった、あ、レモン、あ、レモンなかった、なんかよくわからない、私は大概よくわからないのばっかり。あ、おいしい。トマちゃん。いただき。うん。口に触れただけで、もうこのパンおいしいの分かるぐらい。いい香りがふわっとした。うん、おいしい。料理を一切食べない。まあベトナムの時も一緒。何してはんのかな。板橋駅。とりあえず UU カードはゲットした。セブンイレブンで言ったらあった。ね。さすがセブンイレブン。っていうかファミリーマートはさ、人が多すぎて聞かれへんかった。場所はいいなかな。うん、あそこいいよね。なんか出口のところ。